実際のところさ、マリオカートなのにオンラインでマリオを使っている人ってそんなにいないよね。よっしゃ、今回はバトルの方をやっていきたいと思います。お前ら、俺がバトルでどんだけ勝ちまくっとうか分かっとらないだろう。俺のレートを見せてやろうか。ほら見てみろ。せんバトルの手ブンブーン。てか人数少ないな。7人しかおらんぞ。時間帯のせいかな。夜中の1時半でこんなもんかな。どこだ、なんて名前だ。ボム兵、あ、ボム兵バトル的なやつがあったの。そういや、おお、俺に合わせて周りのレートも低いわ。やったー。ドッカンボム兵、ボム兵しかデコーンやってたっけな。なんかダブルダッシュの頃にあったルールが今回また採用されたみたいな感じだろうけど。はい、ボム兵しか出てこないんだろう。出てきた、ボム兵、いけ、ほら、ボム兵めっちゃあるやん。4個までヒットしたよ。いきなりヒットしたけど、おらボケ、おらボケ。こんなにバンバン手に入るんだったら適当に置いてしまうけど、いけ、そこそこくらい。さあ行くぞ、ボム兵に行こう。え、何今の。よいしょ、後ろに置く、後ろに置く、うまい、また同じ人に当てた。今誰が1位だこれ。俺か、まさか他のみんな誰もにも当ててないとかそういう話じゃない。うおうおっしー、今惜しいなよ。いけ、もう一丁。あっ、あっ、いた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 。クールに決められたな、クールに。アイテムをこう回収しての、これちょっと思ったより長い距離飛ばんのかな。ちょっと近づきたいな。この辺行って足止まりしてこう後ろを落とす。適当に投げた、適当に投げた。当たれ、あ、当てるコツがいるぞこれ。思ったより射程がないもんこれ。とりあえずアイテム取っての後ろつかれられて、つけられてくるの。どういうやつじゃ、なんか何喋ってるかよくわからんけど。これ誰が1位、あ、1位のマークついとるわ、あの悪い字あいつか。待って、お、周りも敵おる。あ、やばい、開幕以前、開幕ルール2ポイント以前全然取れてないやん。もう U ターンして追い回す方法はちょっと下手くそなんかな。うわー、やばい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 、うまい、いかんぞ。いけいけ、隠れとるこいつ。あれ、今当たったんちゃう、今当たったんちゃう。ちょっと待って、疑惑疑惑、当たったんじゃないの疑惑。いけ、そこ、あー惜しいな。え、当たってない今。いけー、そこ当たれ、うわー、当てられた。やばい、才能がない、このルールの才能がないんじゃないの。あバグ風に入っとるんじゃないの的なやつも全然入ってなかったりするんやな。てか自分の投げたやつにはバグ風に巻き込まれる感じのやつ。あれ、おい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 。こいつだけが止まっとんねこれとか。 やられたし、1ポイントになったし、やばい、ボロボロじゃん。ボム兵ってそんなに扱い難しいもんだったっけってぐらい当たらん。やばい、終わる終わる終わる、終わった、1ポイントで。何がははは、じゃ、いや、B から2番目やん。はははじゃないやん。天使玉当たじゃないか。まあ俺今回が童貞卒業したところやけんさ、まあこんなもんだろうお前。うん、ドラゴン道場とかめっちゃかっこいい名前のステージあるで。ここで行ってみよう。なんかさ、コースの方でもレースの方のコースでもさ、ドラゴンロードとかあってさ、結構ドラゴン好きなんかこの任天堂さんは。ドラゴンばっかや。お、風船バトルじゃん。普通の、オーソドックスのやつやな。上位を狙おう。
来ました、ドラゴン道場。普通のアイテムのバトルやけんさ、この辺はちょっと、さっきのボム兵みたいに距離がどうとかそういうのあんま考えないと思う。とりあえず1位を潰せ、ただそれだけ。アイテムのみよ。俺が信じられるのはアイテム、あ、バナナだよ。バナナは信じれん。バナナは信じれんわ。ちょっと、せいぜい後ろから飛んでくる赤コーラの盾になってもらうぐらい、置いておくけど。ダイナマイト。当たれ。当たらんか。いいアイテムが来るまでちょっと粘るしかない。羽、そうか、羽があるんだよ、今作。このスーファミの初代の頃にやったやつなんやけど、いるんかな、羽いるんかな。今の羽の使い方、うわー、うまい、うまいところ置いてるよ、こいつ。あー、誰に当たった、何が当たったんや。誰に何が当たったんや、今の。心当たりがないアイテムで1ポイント取ったんやけど、なんなん。何だった今のアイテム。バナナは適当に置いとこう。こう取って、うまいな、ちょっとバナナの置き方が絶妙な感じ。赤コーラ来た、とうとう最強の来た、そいつを1にぶつける、よっしゃー、ガンガンいけ、赤コーラばっか来い、うまい。あ、当たってない今。あー、今は当たって、え。ちょっと判定がちょっとようわからん感じ。来た、赤コーラ、赤コーラ、誰だ、俺の赤コーラの餌食になるやつはどいつだ、どこ行った、みんな後ろから1位がちょっと突き狙ってきている。お、行け、あれ赤、あれ、ええ、あ、え、え、あ、赤コーラどこに投げたん、俺投げた覚えなかったんやけど。あ、こいつにブーメラン消えたし。こいつ狙ったろうかなって思うとったら消えたし。行け、ブーメランナイス、いいぞ、ブーメラン、あ、いいぞ、まあまあいいぞ、来た、赤コーラまだ、適当なやつ狙って、そいつまだ来た、うまい、いいぞ、なんか赤が結構来ていますね。いえ、え、ダメか、当たってないか。1位はドイツだ、1を探せ、1を蹴落とせ、1を蹴落とせ、見てねられ、いけー、ダメだ、ボム兵は結局当たらない。ボム兵はなかなか当たらん。よっしゃ、1位突き狙い。もう1位、もうバンバン狙いまくるぜ。いけ。もう1位にしつこいぐらいにアイテム集中させるぞ。じゃないと1位落とせないもん。いけ、当たれ、ナイス、9ポイント、でかいな。あ、けど、それでも1位取っとんか、10ポイント超えとんな、あいつ。そう、引きずり落とすには、風船全部奪わなあかんのやな、これ。おった、いけ、よっしゃー、いいんじゃない、あ、俺おかんついてる、俺おかんついてる、ちょっと俺おかんついてるよ、みんなこのおかん刺繍したいな。あー、ててて、まだいける、まだいける、耐えろ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 、耐えたー。やったー、1位突き落としたんじゃ、俺のプレスで。やったぜ、みんなー。この服装、おかんに合わん。